はい、JRA のせいやです,ビンゴです、ね。昨日のビンゴ5は、えー、と私が、えーえー、予想した数字はですね、31と11、21流した、ね、数字のみでしたね31が軸だったんですけどこっちが26選んじゃったんですけど30だったんですねでこっちは2か4が、ね、出やすいんですけどでなので私はもう ワンビンゴもならず、結構買ったんですけどね。ですが、あの人に頼まれたものなんですけど、人に頼まれたものがですね、クイックピックがね、えーえっと、これは違うな。クイックピックが当たるという、縦が04、16、30、えー、っと、横が16、 フリー21ですか。が当たってるのと、あと、人に頼まれたやつで、人が選んだやつなんですけど、えー、これもね、16と21、横のラインが当たってるんですよね。まあ、この人は、えー、3口で600円だったんですけど、えー、今日渡さなきゃいけないんですけど、やっぱりね、クイックピックはね、 あのー、スクラッチより当たると思うんであのビンゴ5は必ず2口ぐらいは買った方がいいかもしれないですね、はい、っていうのは学びました、はい、で今回はねえっ、ー、とえー、ロト6の予想になります、えー、1424回ですはい、えー、それでは予想いってみます 二千十九年十月十七日、第千四百二十四回、金の雨が降るのか。はい、えー、今回はですね、千四百二十四回。十、えー、月十七日木曜日の、えー、ロトシックスについての様子動画を撮っていきたいと思います。旋、えー、風で、えー、一泊の日です。 えー、なので1系列、1、10、19、28、37、どれか来るんじゃないかなというところ、で日がね、3で、年も3で、ダブルなので、3系列、ここのら斜めのライン、来そうだなと、えー、見ております。で開催会が2系列でありますと,言うと とところでえー、と前回の数字はまずこれです。はい東京抽選になりました。その前は大阪抽選でしたというところですよね。はい、えー、このように、えー、なっております。ここが東京抽選でしたと。で、えー、私がね、えーまあ、まず1泊見ます。1泊はこのようになっております。で、全部がこのようになっております。で、今回時間取れないのと、あとちょっと、 そうですね六陽と、えー、九世はやっぱ重視したいなと思ってるんでこの2つでちょっと今回は、えー、行ってで大阪抽選の、えー、結果はあまりほ,ほとんど気にせずに行こうかなと思ってますなので東京抽選だったこの時ぐらいからのを考えてみたいなと思ってます、えー、でね1、えー、泊なのででやっぱり 1>, 1系列だったら10番が出てるなっていうことで、私、10番を軸にしたいなと思っております。10番。はい、えー、それで、あとね、4系列は、えー、東京開催になってから、えー、東京抽選になってから、えーっと、あ、そうですね、13が出たんですよね。でも、ボーナス数字だったということですよね。で、大阪抽選の時は、 そうですね、ここで422で出たというところがありますねはいで、えー、その大阪抽選になる前は4が出てたのであのー、そうですねここ思い切って4行こうかなと思ってます、えー、大阪抽選前に出てた4を、えー、私はえー 考えてますすででで軸にですねでそれであとはですねこの2系列は絶対出るなって思ってるんであのー、これ大阪抽選の時東京抽選ではこれ1位系列は出ましたこのあ緑のね大阪抽選はよりはあまり出ないんですけど東京抽選の時ってあの比較的出やすいのかなと思ってるんで。 えこれ大阪抽選の時被かぶっても出なかったんで、えー、とやはり、えー、東京抽選だとこれは出やすいのかなとは思ってるんでやっぱり2系列だなと思っておりますでもちろん東京抽選で、えー、緑のこれ2系列だった時出なかったんですよね9月16日出なかっただけに今回は出るやろうなと。 え見てておりまして、えー、そっからですねやっぱり2系列で旋分と1泊で何出てるかっていうのを見,見たいなと、えー、思いますで2とかも気になるんですけど2は出てますし、えー、29ですね、私20番台で今回29にします。はい29にします旋分、えー、で1泊でも出てるんでね、えー、29を選びたいなと。 あとやっぱり気になるのは20も気になってはいるんですよね。はい、20も、20というオチもあるかなと、えー。10番以下は今回4しか選ばないので、私は、えー、あとは20を選んでみたいと。2系列はね。はいえー、で、あのー、あとはもう3がダブルの日なので、3系列で、えー、どれ選ぶかっていうと、私は東京、 大阪抽選の前に出てたえー、品質してた12とか21を狙っていきたいなと思ってますはいえー、であとはええー、24出ましたけどあのー、東京抽選に変わって24出ましたけどえー、やっぱ旋部と一泊で24も出てるんでね24も入れてみたいかなと。 であとはもう30番台か40番台なんですけど40番台43とかも出てるんですけど40番台を消すか消さないかなんですけどね、えー、ここら辺ちょっと入れ替えするかもしれないんですけど私34がやっぱり気になるなとはいえっ、ー、と私今回10番軸にもしてるんであの縦で2つ来るとしたらまあ1220とか えー、あ四42とかもうハマれば今回はあるかもしれないんですけど縦に複数必ず来るっていう法則ですよね私の、はい、このように、えー、で、あのー、最近ここら辺の数字が多いので縦に複数はいこっち側に来るんじゃないかなと、えー、それまでこっち側もあったんで久々にこっち側に 来るんじゃなないかなとで10番も軸にしてるんでこの縦のラインから42はね、あのー、月曜日出てるんで34狙ってみたいかなと10番軸に10番軸にしてるんで3それでくるんだったらこの進出してる34来てもいいかなと思って34入れたいと、えー、そうしますとね えー、このようになるかなと。えー、軸で40、12か21行って、で、29、20で、えー、24入れて、34。まあ、あれっすね、1、2、3、4、5、6, 6数字で、そうですね、えー、1、2、4、4点っすかね、4点。 そうですね4点になるかと思いますけどこん今回こういうフォーメーションでね、えー、行ってみたいと思います。